ポケットモンスターバイオレット、前回に追加プレイしていきましょう。さて、最後のスター団のアジトに勝ち込みをかけるというところからですね。目的に設定。あ、てか俺ここまで行ってんだ一回。行くか。もう行っちゃおう。結構ね、うろうろしたりはしてて、なんかイベントに触れなさそうな距離までは近づいたりしてるんで。ロト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 。5つ目のアジトに近づいてきたな。その先に最後のチームがいる。よくここまで戦ってくれた。ミネ、ありがとう。ミネ、合唱ペア。ネルケも来てくれたか。クライマックスのアジトだからな。ネルケの働きにも礼を言いたい。最初あなたを疑っていた。本当にすまない。いいってこと。このアジトが終われば。スターダスト大作戦は完了かい？いや、スターダンの真の黒幕、マジボスが残っている。そいつの足取りは？すべてのボスが引退すれば姿を見せるだろう。そうか。終わりは近い。くれぐれも頼んだぞ。カシオペイさんの通信は切れましたかね？ミネさんのおかげでスターダンを少しずつ理解できました。私がなすべきこと、そして下すべき決断も。ミネさんには感謝してるぜ。くれぐれもお気をつけろよ、ですよ。若者言葉は慣れませんね。慣れないとかいうレベルじゃないのよ。てか思ったんだけどさ、デカヌちゃんっていうか、姉子さ、タイプ的にはさ、鋼とフェアリーなんだよね。で、相手が格闘なんだよね。等倍か。半減と等倍になるのか。ややこしいなぁ。半減と等倍じゃない。半減と2倍で等倍になるから、ダメージの減少は、なかなか、無理だね。どうしよう。レベル高いなぁ、相手。めっちゃレベル高いなぁ。どうしようか。悪タイプが一番いいのかな。ぶん回す。効果今立つ。おお、いいね。悪の波動。うわ、痛い。ぶん回す。効果抜群。急所に当たった。相手のゲンガーは倒れた。よしよし。なんか覚えた？飛び跳ねる。ライジングホッパー？あ、飛行か。飛行技か。あー、でも格闘、虫がな、弱いんだもんな。倍もらうもんな。ダメ押し消しとくか。格闘に弱いからな。飛行技を持ってたとて、使えんな。ドータくん。ドータくんか。入れ替えようか。確か、入ってたよね、鋼。燃やせ燃やせ。溶かせ溶かせ。おーちゃんいっけ。ゴルバットも、ゴルバットじゃねえや。ゴルダックめっちゃ可愛いな。なんか、フレアソング。ヘイ。効果抜群ね、これか。金属音。ガクッと下がった。特防か。特防だったらまあいいか。効果抜群。あともうちょい。未来予知。攻撃を予知した。ハイパーボイス。未来予知してこれか。学生の、なんだっけ、厚み？清し？ポケモン勝負のプロです。誰に対して、俺に対して言ってる？レベルが若干足りん気もするけど、まあ、いいか。え、てか、ボスいいんじゃん。え、もう出てんじゃん。
なかなか筋がいい。私のポケモンの攻撃を退けるなんて。そちらもな、名前はビアって言ったか。研ぎ澄まされた技だ。しかしボス自ら門の見張りとは、仲間の下っ端たちを信じていないということか。黙りなさい。私は私以外誰も傷ついてほしくないだけよ。そんなキリン装備みたいなして。優しいボスさん、勝負再開といこうか。あ、見とこうか。近いところで見るな、お前。誰？ミネ、来てくれたのか。団員らしき生徒がいたんで、ちょっと話しかけたんだが、いきなり襲われて一勝負してたところだ。ビアちゃん、やっぱりここにいた。田中ちゃん、名字で呼んでんのか。ちょっと、大丈夫？怪我してない？大丈夫だから、田中ちゃんは、安全な場所へ。ここは引き受ける。ビアちゃんはアジトに戻って。引かない、引けない。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。ビアちゃん、もうやめて。マジボスが戻るまで、格闘組、チームカーフを、サダンを守らないと。だったらなおさら、戻って少しでも休むの。ボスの私が引くわけには。ビバちゃん、お願いよ。友達の言うこと聞いて。わかった。田中ちゃん、ごめんなさい。もう違うでしょ。お疲れ様でしたでしょ。お疲れ様でした。ボスがやってんの初めて見たな。やんないもんな。ここからは私がいて、二人まとめてかかってきなさい。え、いいの？ミネ、さっきの勝負で俺もポケモンフラフラだ。悪いが、ここは頼んでもいいか。え、あ、はい。あいつやんないって。すまない、ここは見守らせてもらう。ミワちゃんは私が守る。過去はいいよね。お前、いつでも回復できる力あんのにさ。なんで回復しない？てか、お前がフラフラになる必要はないだろ。ね、人を狙ってきたのか、あいつ。田中が勝負を仕掛けてきた。グレッグル、毒格闘家。格闘の部分が怖いんだよな。メガハンマー。叩き潰せ。よし、オッケー。もう、等倍なら叩き潰した方が早い。怒り猿。怒り猿か。なんかオーソドックスな格闘だな。久しぶりに見たな。いや、この作品ではさ、結構見るけど。インファイト！早い！はい、すーえ！すーえ！アネゴー！めっちゃ強えな。ヤス！ちょっと、一回、お前の力を見せてくれ。レベルがな、やっぱ高いから。でっけえ！レベル、相手も高いんだよな。一丁上がりってなんだ？嫌な音。ヤスに当たらなかった。一丁上がりって何？なんだそれ？なんで寿司が出てくるんだ？ちょっと待ってくれ。時短だ。一丁上がり。なんでどういうこと？なんもわからん。なんで寿司が出てくることがあるんだ。一丁上がり。相手の小勢で倒れた。よしよし。あー、ネゴ。私は負けてもいいの？代わりがいるものってこと？ひとときでもベアちゃんが休めたなら私は満足。役目は果たしたし、私も戻るわ。お疲れ様でした。おつー。あの、最後のさ、あの、キュッて締めるとこ、すごいダサいんだよな。あのポーズ。見張りに対処できたか。はい。そのアジトを拠点としているのは、スターダの格闘組、チームカーフ。ボスであるビアは格闘技の選手であり、みんなの戦闘指南役だ。スターダへの宣戦布告に一番警戒してるだろう。侵入者を潰すために、先陣で勝負を仕掛けてくる可能性がある。もうあった。やはり、どうなったんだ。無視。あのビワ姉が逃げた。となると、ビワ姉。となると、やはり成功法でアジトを攻略するしかないな。準備ができたらゴンゴン鳴らして大作戦開始。チームカーフにかわし込んでくれ。はいよ。ちょっと姉子のレベル上げるか。なんか、いろいろあるだろう、もの。回復もさせよう。死んでるのが忍びなさすぎる。
元気のかけら少ないな。高いからな、あんま買ってないんだよな。まあ、この辺にいっぱい買ってる時点でどうなんだって話なんだけど。すごい傷薬使って、ちょっとレベル上げようか。せっかくだしね。せっかくっていうか。経験飴 M が15個あるんで、これをもう全部使っちゃおう。54。上げすぎたかな？叩き落とす。これで落としてんのかな？怖えな。ウェンマースが上がんのか。物を持つ相手にはダメージが増す。変えとくか。ウェンマースを捨てて働き落とすを覚えた。経験がメスとか、ちょっとレベル低いやつに使っていくか。ゼオンくん。放電。放電。あ、スパークの上位互換使っとくか。オッケー。放電覚えた。経験飴 XS。ごめんね。アパーちゃん。全然増えないね。なんかないかな？あ、飴があるわ。飴があるから全員50にしとくか。自信！お、いいね。いいじゃん、いいじゃん。全然マッドショット、あ、でも、いいか。マッドショット忘れて自信を覚えた。使う。一個使っとこう。オッケー。レベル50。で、はい。レベル50。これでメンツどうしようかな。格闘でしょ？格闘に弱えやつは出せないんで。ってなると、格闘だもんな、相手。飛行エスパーがないんだもんな。ヤス、ちょっと面白かったからな。ヤス、ここ置いとく？ゼオン、格闘は格闘で、だってあれだもんね。マイナスっていうか、半減しないもんな。戦闘から3匹目のポケモンでスターダーに挑みます。よろしいですか？はい。一つ一つの星は小さくともみんなに光れば星座となる。我らスターダーの最後の砦、負けるわけにはいかないぞ。10分以内に俺たちのポケモン30匹倒せたら、ボスをお呼びしてやるよ。ありがとうございます。スターダーの下っ端のポケモンを30匹倒せ。行くぞ、ネゴ。うわ、張り手山が待ってる。よいしょ。オッケー。お、このチャーレも襲うか？よし。怒り去れ。このカニも？あ、やばい。タイプは一緒が。いや、大丈夫か。はい。でもなんかすごい、弱点ついてた感じがしたんだけどな。あ、キノガッサだ。いいな。欲しいな、俺も。キノガッサいいな。マッハパンチとかね。めっちゃ使うからな。あ、なんだっけ。ルチャブルだっけ。あ、ヘラクロス。ほい。よっと。はい。ヤスがでかい。よし。はい。全然こう、あ、投げつけ、猿。投げつけ猿。ポケカで見たカードはやっぱ覚えるよな。隊列。隊列は、あれだね。斎藤ちゃんが前作で使ってたね。その印象がやっぱ強いな。使ってたっけ？使ってたよね。ポケカで。またポケカの話してるよ。ポケカであれだったからな。え、この鳥っていうか、このフラミンゴも格闘なの？嘘。ボス、私たちもうダメかも。
かっけー。そのさ、お面みたいなの取ってくんない？絶対美少女でしょ。大丈夫。誰であれ何であれスターダムを狙うなら砕くだけ。もう背中は見せない。うおーって、かっけー。スターダのビワが勝負を仕掛けてきた。投げ方がすごいアンダースローだったな。グレッグレ、ここは私たちの場所。これ以上荒らさせはしない。よし、あてレベル高けな。やっぱデカハンマー、あれっと瓦割り、うーくそ、等倍だからな。まあ叩いたら叩き返す。最後に立っていた者が立つ。者が勝つ。立つって言っちゃった。ラスターカノン。よし、オッケー。相手のドクロックは倒れた。この夜猿？ちょっと待って。この夜猿ってなんだ？この夜ってなんだ？この世、あの世的な感じで言うとゴーストっぽい感じがする。で、なんとなく、あれでしょ？怒り猿の進化ってことでしょ？一回様子見るか。ほうちゃん、行っといで。この世猿を繰り出した。ゴーストっぽい感じがするなぁ。鬼火、うわー言葉が通じないよ。フンドの拳、うおー、あ、ゴーストタイプってことか。鬼火、やけど負った。やけどダメージを受けた。バッすごい傷薬で回復。すごい傷薬を使った。よし、これで全回復。フンドの拳、半減なのよ。やっぱ強えな、やけどって。回復されなきゃ全然強いもの。たたり目、効果抜群。こっちも効果抜群なのよ。相手のこの世猿は倒れた。なんかバキバキ打ってたけど大丈夫？あの子ルカリオ、うぜえ。そのまま戦う。ルカリオ本当に嫌いになったな。前作で、前作じゃない、あのブリリアントダイヤモンドで。ちょっと回復しようか。格闘鋼でしょ、だから炎でいけば多分大したあれじゃないはずなんだけど。おーっと、悪タイプか。そうかい、そうかい。これでも何回回復しても一緒だよな。で、あい、ルカリオから先制を取れる気はしないんだよな。変えるか一回。かといって、あ、そうか、そうか、鋼が入ってんだよな。鋼が入ってんだったらゼオンのインファイトで殺す。オッケー、今一つ。急所に当たってこれか。オッケーオッケー。インファイトで、いや、インファイトで。よし、防御下がったけど、まあ、しゃあない。毒棒が下がった。これはもう仕方ない。投げつけ猿、投げつけ猿は、
投げつけ猿こそあれか、あれ見た目的に草入ってそうだったよね。草格闘だっけ、ポケカだと草タイプに入ってたからな、多分草なんだろうけど、ポケカわかんないんだよな、全タイプちゃんとあるわけじゃないからな。すごい傷薬で一旦回復しよう。体力回復。岩石、あー、くそ、こいつ。でもそんなら、素早さが下がった。鬼火で一回下げろ。うわ、鬼火で攻撃を下げてくれ。鬼火。てか、強くない？うちの子強すぎ？やけど負った。よしよしよし。鬼火が鬼ほど強いな。すごい傷薬で、ほうちゃん、回復。よしよし。これで、2倍やってこようが、10倍ぐらいになるので、よし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 。強いぞー。やけどダメージ負った。よし。フレアソング。これもしかして岩タイプか？岩。あ、岩だ。岩じゃないのか？あれ？やけどダメージを受けた。よしよしよし。ちょ、回復しよう。回復して。すごい傷薬で回復。体力回復。OK。岩石封じ。効果抜群でもこれだもんな。素早さがモリモリ下がってんな。やけのダメージを受けた。ハイパーボイスとか、いや、たたり目、一回使ってみるか。やけど受けてるから、10倍なんだったら全然こっちの方がダメージ入るのかな。オッケー、投げつけ猿を倒れた。ものすごいひねりのない名前だよね、投げつけ猿って。私は負けない、だから力を貸して。一回回復するか。いや大丈夫かな。鬼火かけよう。一回ギアチェンジ。なんだそれ。素早さがぐんと上がった。攻撃上がった。ただ、俺はその攻撃を、なんだと？なんだって。マジかよ。え、この、じゃあここ二つが腐ったんだが、今。フレアソング。じゃあ、もりもり、こっちの特攻を上げていって、マジかよ。やけどしないのかよ。ほうちゃんいけるか？ 10 万馬力。うわぁ !10 万馬力ってなんだ？だらら科学の子か？どうしよっか。じゃれつくが一番効くんだよな。ブラックさん虫で潰されるんだよね。じゃれ、あー、くそ、これだったらあれだったな。これだったらあれだったなってなんだ。覚えさしとくんだったな、マジカルシャイン。ちょっと、傷薬使っとこう。傷薬使って、とりあえずフルまで回復して、これをどれぐらい耐えれるかだよ。いや、ダメだってこれ。ちょっと安ちょっと一回ちょっと壁になってくんない。いや壁っていうかさ、そもそもこの10万、おいお前一丁上がり、
まだしてくんのか。素早さ上げて、攻撃上げて。全然効かんからな。え、めっちゃ強くない？ヤス。このザコみたいな名前にしちゃったけども。むず。攻撃が効かないよ。雨乞いすると、水の威力が上がるんか。雨乞うか。なんだこいつ。ナメプか？そんな上げる必要ないだろう。よしよし。とりあえず雨乞って、雨降らして、雨が降り始めた。これで錆びないかな、相手。アクアテール。ファイトアクセル。雑魚か。こっち防御えらい高いな。持久力、防御上がった。これでも、あれか。あ、テラスタ使えねえ。ナメプされてんのかな、俺。雨乞い、上がんねえのに、攻撃上げるためにやってんのか、これ。赤テール。雨乞いからのアクアテールめっちゃ強いな。ファイトアクセル。全然効かんもんな、相手の攻撃。あ、やば、強うちのヤス。もうシャリタツより強いんじゃない？まあでもあいつドラ、え？一丁あかりってシャリタツ出してんのか、もしかして。よしよし、あと一発。ヤスめっちゃ強え。雨が上がった。いや、いけるだろう。赤テール。こいつマジで何がしたいんだ。あんまり効かないから、なんか、こればっかするようなプログラムになっちゃってんのかな。舐めぷされたもんだな。ノービバよ。ヤス、お疲れ様。っていうか、うちの子でかいのが多すぎて全然俺が映んないんだよな。みんなごめんなさい。一年と数ヶ月前。顔に怪我でもしてんのかな、この子。ごめんなさい、やりすぎちゃったかな。気にすんなって。実践形式のトレーニング頼んだ僕らのじゃん。でも、謝罪の必要などござらぬ。ビバ殿の稽古のおかげで我は手だれ街道まっしぐらゆえ。俺もビバさんがいなかったらポケモン進化できなかったもん。何、通信交換とかしたの？マジボスもビバ姉のおかげでいじめっ子と戦えるって言ってたしな。ほんと、マジ感謝だよな。ビバちゃん、スター団の鏡。そんなことないよ。たださ、練習始めてもう4時間。俺そろそろ限界だよ。あ、ごめんね。じゃあみんな休憩。みんなは休憩。私はランニングして、すごいパワーだな。我らは交代でトレーニングだが、ビバ殿は常時誰かを指導。その体が心配ござる。シュウメイ君ありがとう。最近ね、どれだけ疲れてもどれだけ泣きそうでも平気なの。みんなで一緒にジムバッチ、真似して、ランのバッチ作ったでしょ？あれを見るだけでね、私力が湧いて、頑張ろうってなるんだ。いい子なんだよな。なんかあれかな、体がでかいからでか女とか言っていじめられてた口かな。小学校とかでいたよね、そういうの。頑張ったけどダメだった私。あなた強かった。起きてってこともあるけど、これもらってほしい。この腕組ますやついいな。あのドイツの乾杯みたいな私のポリシーみたいな技もぜひ使ってほしいな。インファイトもう持ってるからな。持ってるっていうか使えるからな。スターダスト大作戦のミネさん、戦って分かったけどあなた嫌な人じゃないよね。あなたのポケモンたちがあなたを見る目で分かったんだ。ただ少しの間私のことを見ないでほしい。ちょっと辛くて、うん、これメイクなのか。そのまま動いてるもんな顔。うわー、終わったようだな、ミネ。ビバちゃん。ゲート前で戦った団員だ。話をしたくて来てもらった。話っていうのは？あんた、他のスタッパとはボスに対する接し方が違う。その理由を教えてくれないか。目ざといわね。いいわ、話すぞ。全然違うのはわかるよ。私、ビバちゃんを疎ましく思ってた。え？美人でスポーツ万能、トレーナーとしても優秀。入学してすぐビバちゃんはアカデミーの人気者になった。それまで一番人気だった私を追い込んで。それで嫌がらせよ。ええ。クラスメイトに呼びかけていろいろと、本当にバカだった。それなのに入ってんのお前、ここに。
でも所詮子供の遊びよね。飽きたら次の刺激が欲しくなる。すぐにクラスのいじめのターゲットが私にか、ああ、そうなんだ。因果応報よね。でもそんな若な私に、美和ちゃんは手を差し伸べてくれた。居場所がないとしんどいよ、しんどいよねって私をスタートに誘ってくれたの。いじめていた本人を、すごい女性だな。本当にそう思う。団に入ってからは楽しかった。スター団がいじめをしているという噂もあるが、今までの話を聞いても、そんな風に思うの？いや、それは。今の私があるのは、美和ちゃんとスター団のおかげ。私たちの大切な宝物を取らないで。って感じだな。ミネイ、美和からボスの証ダンバッチをもらったようだな。これでボスがいなくなったチームカーフは解散に近づいた。美和、これで全てのチームボスを引退させることができた。ボスの座を降りた5人は遅かれ早かれダンを脱退するだろう。じきに不登校をやめてアカデミーに戻るはずだ。お疲れだったな、ミネ。その声はネルケか。カシオペアもお疲れさんだ。あ、約束の星だ。ミネのスマホに LP をチャージしておこう。結構もらえるな。あと、そういえば今回は俺が補給班もやるんだったか？ああ、ミネに追加星を渡してくれ。落とし物たくさんもらった。いよいよスターダスト大作戦は最終段階に入った。残る仕事はあと一つ。マジボスを倒してスター団を解散させる。マジボスはどこにいるんだ？安心してくれ。マジボスを探す必要はない。真の黒幕、奴の正体は、この私だ。だろうな。ネルケの顔よ。すまない。隠し続ける気もなかったんだが、言い出すタイミングがなくてな。スター団を結成したのは私。団のみんなは仲間で、私の掛け合いない宝物だった。だが今のスター団はみんなを不幸にするだけ。だから諦めがつくよう、掟に従って解散させたいんだ。ミネイ、夜に学校のグラウンドで待つ。ネルケもいてくれると助かる。わかった。では待っている。まさかとは思いましたが、思っていましたが、カシオペアがマジボスだったとは。そしておそらくその正体は、待ち合わせ場所は夜アカデミーのグラウンドにて、準備をして落ち合いましょう。まあ、あの子だろうなーって感じだね。はい。ということで、これにて、チャンピオンロード、スターダストストリート、レジェンドルート、全部、一応、やったので、次どうしようかなって感じだね。どれを進めるか。まあ、学校にね、結局行かないといけないっていうのが二つあって、あとは、どこだ、ここか。小差しの、東大。で、レジェンドルート。この三つがあるんで、次回、このどれか、やっていきましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。